ここからはですね、はい、もう戦いの中でチャンピオンが決まっていきますので、はい、ギャグ部門のチャンピオン、タイツ部門のチャンピオンを決める戦いということになりますね、うんうん、はい、そして最後はそのチャンピオン同士で戦いますので、うん、あと3戦、付き合っていただけたらなと思います、はい、さあこの3回目の矢田がね、これね、だからちょっと今まで分かってきたところで言うとテレビの撮影入ってるんで、はいはいはい、いつもよりおしゃれしたい、そうですね、だからそのいやそもそもそのお化粧がとかじゃないし、あと別にあの方眼錆びてないですよ、真っ白になっちゃいますからあれ意外とね、その辺のたまたま錆びてたわけですね、錆びてたね、私の錆びちゃってるっていうね、テレビが入る大会なのに錆びた方眼、錆びてる方眼で雨降ったのかな前日 で、 ね、でやっぱ貸し借りは周りの人は絶対したくないみたいな、その辺がねいろいろ分かってですね、だいぶね周りの人に聞いてましたから、ね、ただ最終的になんであの勝負下着で持たなきゃいけないのかっていうな、あの辺ですよね、あれがどういう状況で、ね、脱いでね、だ そのもの投げちゃってんですかね、どういうことですか、ちょっと僕も分かんないもう一回そこを見てみましょう、くるんで投げちゃってんのか一回持つ時だけなのか、ね、まあちょっとじっくり見ましょうかね、関心があの時どうなってんのか、はい、ね、はい、さあそれでは行きましょう、ギャグ部門の決勝です、まずはヤダです、どうぞ、だもう私の使う方がもうサビだらけじゃないもうねえちょっとあんたの方眼貸してよ、え、いいの、あ、いい、いいの、ありがとう、珍しい、やだもうこれあんたの汗だらけじゃないもう、借りようとしたやつだ、使いたくないこれもう、え、使いたくなければ白い粉をいっぱい振ればいいってうん、確かにそうだけど今日はあの舞妓メイクでやってるから大丈夫だけど、これ舞妓陸上ということでね、舞妓陸上、分かった分かった、もうお化粧いっぱいつけて、大人っぽいいっぱいつけても、そうか、白に白ならいいですか、舞妓陸上でよかった、本当に知らない、知らないの出てきちゃいましたね、よいしょ、あ、でも持ちましたよ、人のやつですけどね、ほらやっぱりここハゲちゃった、いやいや、いやなるほど、全然違うらしいな、ちょっと我々知らなかったですけどね、もともと白いやつだったんですね、そうですね、それが違う人なのかな、あれさっきと、まあ、でも違う話っぽかったですよ ね、 ね、また舞妓陸上って何スピンオフ的な、ちょっと舞妓陸上は全部ちゃんと白くなきゃいけないのが投げたことによって白いの取れちゃってるっていうね、最後なんて言ってましたっけ、ああもうなんて言ってました、ほらこれ取れ、なんて取れちゃった、ハゲちゃった、取れちゃったって言ってましたね、だから白く痛い人なんですね、そうかそうか、白いのつくの嫌なのかなと思ってたら、ね、もうあれは舞妓陸上はもう白でいいっていうね、ハゲたくなかったと、ね、うん、ハゲたくなかったんですね、まあそうか、だからサビのやつだとしてもサビついちゃう、白じゃなくなっちゃうからね、白で痛い大会だったんですねちょっと難しくなってね、そうですね、いろんな設定が、はい、さあそんなヤダに対しますこちらですね、やってきたなんですけども、これもね難しいですよ、だから、うん、加藤ちゃん志村と来てますから、いやこれはねどうなるのか、ドリフなのか全く違う平行線なのか、うんうん、どこからやってくるのか、誰がやってくるのか、ちょっといろいろ楽しみでございますが、はい、行きたいと思います、矢田に対します、やってきたです、どうぞ、さあタイツ部門のチャンピオンも決めたいと思います、これがまたね本当にまさにタイツ部門らしい戦いに、もしかしたら今日の大会になってんのかもしれないですけどね、うん、はい、ちょっとじっくり、3回目見てみたいと思います、まずはタイツ部門カヌレです、どうぞ、表情変わりましたよ、ね、なんだかね、うん、なんかさっきより目パッチリしてる感じもありますけどね、自己主張というか、なんでしょう、なんか主張がありますね、うん、なんか素直な、いい子な感じするな、うん、なんか、うんうんうん、なんか目がまっすぐ、ね、なんだか、うん、綺麗な目をしてますね、なんか流行ってるとかまた人気出てきたってことに、うん、こうやっぱ調子には乗ってない感じだね、そうですね、またもうまたね、流行らなくなることもあるっていう理解してますね、これはね、そういう謙虚さが
これがやっぱり人気さらにつながったのかもしれないですね。いやいいですね。いやいい、改めてやっぱこれ見てられるというね、カヌレでございました。表情だけでだいぶいろんななんか見方が変わってきますよね。そうですね、うん、なんかやっぱカヌレのファンになってしまいますもんね、あの感じだとね。食べたい、食べたい、本当に食べたいカヌレ今。いやカヌレめっちゃ食いたいな。カヌレってあれ 何味って言うんですかね、あれね。あれそもそもあれ何なんですか、カヌレって。どんな味でしたっけ。いや本当なんか、なんか覚えてない。なんかうっすらですけど、なんか、うん、なんだ、黒糖みたいなね、よりで言うとね、よりで言うとですよ、日本のものではないと思いますけども、これプリンの焼いたやつ感があるんですけど、どうですか。プリンを黒糖でくるんで焼くみたいな、はい、いでも違うか、そしたらカラメル焼けばいいのか、あの焦げた感じというか。そうですね、そうか、カラメル、ちょっとなんか焦げ感ありますもんね。ありました、ありました。さあさあ、それでは行きましょう、うん、カヌレも素晴らしかったんですが、こちらもまた素晴らしい、うん、3度目はどうなるのかじっくり見てみましょう。ハープです、どうぞ。なんかね、こう受け入れたくなる顔、可愛い顔してました。さあこちらもね、本当にね、あ、いいですね、高佐さんに捧ぐというね。うわあ、綺麗だな、やっぱり見てるといいな、高さもね、本当ですね、美しいね、これぞハープ。ちょっと、あ、なんかちょっと微笑んでますよね、いい笑顔をしてる感じしますね。あ、これはいやー、いまいちね、しっかりと表情、眉毛のあたりも動いてるようなね、聖母の微笑みというかね、やっぱりね、え、あれ先生な感じ、上手になりましたねって言ってやっぱハープも上手に弾いてほしいんでしょうね。そうか、弾いた演者に、はい、言ってるんですね。なるほど、上手になりましたねっていう ね2回も言ってくれましたから、ね、いやちょっと言葉出るとまたそれはそれで嬉しかったですけどね。そういうあの微笑みだったんですね、はい、よかったってことでしたね、だから、うん、なんかハープですよの誇ってる顔かとちょっと思ってましたけど、違ったんですね。謙虚演者に対する、うん、そう、確かに、だから本当優しさと謙虚のこのいい戦いですね、うん、なんかね、二つとも嫌いになれないですね、この二つとも、ね、さあということで、チャンピオンにふさわしいと思った方に投票をお願いします、どうぞ。タイツ部門のチャンピオンはどちらになったのか迷ってる方も投票をお願いします。参りましょう、5、4、3、2、1、どっち。うわー、大差 70% までいきましたが、ハープがチャンピオンということになりました。いや、やっぱり今日の流れっていうのもあるのかな。そうかもしれないですね。やっぱりゲストがね、尾関君であるということ、それもあって、もしかしたら